はい、こんにちは。それではね、まあ、セルフチェックの続きをね、どんどん行ってみたいと思いますが、まあ、前回ね、屋根、外壁、ベランダ、床、進んで、今度ね、付帯物。付帯物って何ですか？ね、あの、建物には、こういろんなものがね、付属物ですね、いわゆるね、あります。まあ、こっちでちょっと書いてますが、破風板、雨どい、付け火差し。これあんまりこれ普段ね、漢字でもこれ見ないですよね、こんな字ね。破風って何ですか？破風。ね、問い。これ雨ついてたら雨どい、なんかわかりますけど、なかったらこれ、何これみたいなもんですよね。ひさし。あまり普段使わないでね、こんな感じですね。まあ、まあ、破風板っていうのはね、こう、まあ、屋根があって、で、その下にね、こうある、まあ、木とか、板金であったりとか、こうしますね。まあ、そういったところ。で、問いはわかりますね。軒問いっていうのは軒先にある問い、雨を受けるやつですね。で、それがこう、収水マスっていうマスがあって、縦問いに降りていってね、排水していくやつですね。で、ひさし。付け火差し、窓の上にね、こう、ひさし。最近デザイン住宅になってね、あんまりこう、ひさしついてないね、お家が多いんですが、まあ、昔の家は全部ね、窓の上には必ずひさしっていう。これ、ちゃんとやっぱり、この、防水性とかね、そういったことを考えて作られてたんですが、まあ、最近はちょっとデザイン重視になってね、こういったものがなくなってる住宅が多いです。で、まあ、雨戸。で、雨戸もね、まあ、昔ながらの木の雨戸とか、まあ、アルミの雨戸、スチールの雨戸、いろんなものあります。で、あと、シャッター。ね、雨戸の代わりにシャッター雨戸になってるものね、ありますね。で、面格子。面格子ね、1階とかこう、泥棒が入らないようにね、こう、格子のものついてますね。まあ、これまでってアルミのものが多いんですが、まあ、昔のね、ちょっと和風の住宅なんかは、木の面格子があったり、鉄の面格子があったりしますね。まあ、こういった、まあ、いわゆる付属物、付帯物ですね。で、まあ、もちろんね、塗装工事は、まあ、何でもかんでも塗るわけではなくて、塗る必要のあるものを塗ります。まあ、どんなものかというと、まあ、単純に言えば、木とか鉄。ね、ほっとくと傷んでしまいますね。だからこれ傷まないように、鉄は錆止めをして、塗装する。で、木は腐らないようにちゃんと防腐剤を塗るとか、あとは水を吸い込まないようにするとか、っていう塗装をね、膜を貼るわけですよ。で、まあ、そういったものをこうやっていくんですが、まあ、どれぐらい傷んでるのか。まあ、前回ね、外壁のこう触ってみてチョーキングって話しましたが、こんなところもね、まあ、触れるところは触ってね、こうチョーキングを見たりとか、あとはまあ、錆が出てないかとか、まあ、そんなところをね、こうチェックしていけばいいかと思うんですね。まあ、雨戸なんかね、特にこう、まあ、一番身近に触るとこなんで、まあね、チョーキングが出たらすぐわかりますし、まあ、結構錆でね、表面に錆がバーッと浮いてきてるようなとこもあります。で、まあ、面格子なんかね、まあ、アルミの面格子は基本的には塗りません。アルミとかステンレスっていうのは、まあ、塗る必要がない、ね。塗らなくても大丈夫っていう、まあ、もともとの素材なんですが、ただしこれ例外もあります。まあ、海沿いですね。まあ、海沿いの方行くと、やっぱり塩害です。塩害で、アルミ錆が出てますんで、まあ、そんなところはね、アルミの部材なんかも、まあ、塗装すればいいと思います。まあ、そういったところで、まあ、塗るところ、塗らないところをチェックする。で、まあ、塗る必要があるのかないのか。っていうところをね、こう、チェックしていけばいいかと思うんですが。まあ、この中でね、例えば、シャッターっていうものがありますが、シャッターはね、これも何でもかんでも塗ればいいっていうものじゃないんですね。シャッターってね、どちらかというと、日中、こう、巻き上げてる状態で、火に当たってない。で、寝るときだけ閉めるので、ほとんど傷んでなかったりします。で、傷んでないものを無理に塗る必要もないわけであって。で、逆に塗ると、デメリットもあります。どうしてもね、まあ、こう、アルミ製品とか金属製品っていうのは、もともと出荷した状態っていうのは、まあ、工場塗装してるんです。で、工場塗装は焼き付けとかね、誘着とか電着とか、まあ、そういうきちっとした塗装なんですが、現地で塗装すると自然乾燥になるので、塗膜が柔らかい。塗膜柔らかい分、シャッターなんかも上げ下げすると、焼き付けしてませんので、剥がれてきたり、めくれてきたりしやすいわけですよね。だからどうしてもそういったね、デメリットもありますんで、何でもかんでも塗るんではなくて、塗る必要があるのか、ないのか、塗った方がいいのか、どうなのか、っていうところを含めてね、こうチェックしてみれば